神様は心の中まで全てお見通しなので、心の中で構わないので、住所と名前を、住所の番地までですね、細かい番地まで自己紹介をして、ここに神様と人間との結界ですね、結界があるので、鳥居をくぐるときは必ず、門番みたいな存在がいて、お前は誰だって。厄年のね、表がありましたよ。大事ですからね。はい。必ずご祈祷に来てくださいね。なんか調子がおかしいなとか、なんかうまくいかないなとか、なんかトラブルが続くなっていうような時は、やっぱりそういった年回りっていうことは必ずあるので、厄年はもちろん法要家だったりとか、って言ってますね。そういう節目節目にやった方がいいよっていうことは必ずやっといてください。できるだけ。全然違いますから、っておっしゃってますね。全然身の振り方が違ってきますから、全然方向が変わってきますから、翻訳、前訳、後訳、もちろんそうなんですけど、絶対いてください。で、いいことになります。と今お伝えするように言われたのは、いつもお伝えしていることなんですけれども、鳥居をくぐるとき、大地の鳥居をくぐるとき、大きな鳥居をくぐるとき、そこに神様と人間との境界が、あるので、結界ですね、結界があるので、鳥居をくぐるときは必ずお辞儀をして、そして心の中で、神様は心の中まで全てお見通しなので、心の中で構わないので、住所と名前、住所の番地までですね、細かい番地まで自己紹介をして、お辞儀をしてからくぐってください。よくたまに初めて行く神社なんかですと、神社に行かせていただく時とか、門番みたいな存在がいて「お前は誰だ?」って言われてしまうことがあります。なので、どこどこから来た何々です、今日神様に呼ばれてきましたとか、今日はお参りさせていただきます、よろしくお願いいたしますとか、で、ご挨拶すると、おお、ようこそっていうのがあるので、鳥居をくぐるときに、私たちの人間の社会と神様の結界があるので、そこでご挨拶をしてください。あともちろん本殿の前で手を合わせる時にももう一度自己紹介をしてください。あとは鳥居を最後帰る時、くぐる時に、本殿に向かってお辞儀をして、の下でくぐっていただければと思います。